皆さん、こんにちは。今回は氷川きよしさんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。ついに氷川きよしさん再始動との情報が入ってきました。最大の障壁が消滅したからだと見られています。詳しく見ていきましょう。昨年の元日から歌手活動を休止していた氷川きよしさんがついにゴールデンウィーク前に再始動しました。所属するながらプロダクションを3月31日で退所し、新会社絆を設立したことを発表しています。また8月16日に東京ガーデンシアターで開幕する25周年記念コンサートツアー3カ所5公演でステージに復帰するといいます。さらに10月から全国4都市で25周年記念劇場コンサートツアーを開催することを今月1日に発表しました。所属事務所は氷川きよしさんの独立を阻止するためなのか、新芸名にすると思われていたキーナとキーナで昨年5月に商標登録を出願していました。ところが現在まで認められていないそうです。おそらくこのまま認められないめどが立ち、師匠が亡くなったので氷川きよしさんも再始動したのではないかと見られています。特許庁のデータベースによると、氷川きよしに関しては2013年8月に登録され、今年2月に更新されています。一方キーナとキーナに関しては今年3月1日付で同事務所宛に拒絶理由通知書が送付されているのですが、これはどういうことなのでしょうか。これは登録できないのはこういう理由という通知書で、通常約2ヶ月の間にそれに対する反論書面を提出して認められれば登録となります。ですが芸名をめぐる独立トラブルなどの場合は相応の理由がなければ登録できません。反論は難しいそうです。すでに音楽関係者やプロデューサーなどには復帰の青写真を伝えていて、新曲の準備もしているという噂があります。8月のステージ復帰前に正式な解明発表があるかもしれません。さて、前述の通り演歌界のプリンス氷川きよしさんが4月27日デビュー以来24年間所属した事務所を退所し、新事務所を設立したことを発表しました。氷川きよしさんは同社のホームページに、右も左もわからないデビュー当時からお仕事のチャンスやご指導をいただき、支えていただいた株式会社ながらプロダクションの皆様には感謝の念にこらえませんと綴りました。同社も新たな挑戦を成功させることを願っておりますとコメントし、双方が円満対処を強調したのですが、氷川きよしさんには多額の独立金を払ってでも再出発したいという強い思いがあったのだとされています。氷川きよしさんが前所属事務所ながらプロダクションの援助を受けて地上2階、地下2階建ての商社な御殿を建てたのは今から約10年前のことです。当時氷川きよしさんが取得した土地には3億4496万円の抵当権が設定されていました。延べ床面積は約600平方メートル。著名な建築家が設計を手掛け、地下に最新の音響装置を備えたスタジオもある大豪邸です。登記簿上の元の債権者は前事務所で、同社が氷川さんに大金を貸したのは長年にわたる功績と同社への貢献をねぎらってのことでした。2012年に不慮の事故で亡くなった先代会長の長良淳氏の強い意向があったとも言われています。2022年1月に自分を見つめ直しリフレッシュする時間を作りたいとコメントした氷川きよしさんは、翌年から無期限の活動休止に入ったのですが、その後も前事務所のバックアップは続いていました。当初休業はあくまでも音楽活動の休止のみで、他の活動についてはながらプロがサポートを続けていくということでした。ところがその後氷川さんが表舞台に出てくることはなく、復帰の時期も未定のまま、一方で早い段階から独立の意思は固まっていたようで、氷川さんは個人事務所絆の設立に向けた準備を進めつつ、弁護士を立てた上で前事務所との話し合いを続けていました。ネックとなったのは自宅に設定された抵当権でした。前事務所に借りた形の3億円超えを返済することが対処条件の一つだったと見られていますが、
仕事を休んでいる氷川きよしさんにとっては簡単に用意できる額ではなかったといいます。一時は自宅を売却するという噂も流れましたが、最悪の事態は免れたようです。最終的に抵当権が抹消されたのは退所2日前の3月29日。書類上はほぼ同額を銀行に借り換えたことになっている上、ファンクラブの意向がまだ済んでいないことからも最後まで目まぐるしいやり取りが続いていたことがうかがえます。さて、皆さんの中二派氷川きよしさんと平井堅さんの交際情報を耳にした人も結構いるのではないでしょうか。海外で同棲という噂もありましたし、結婚を見据えているという話もありました。ということで、ここからは氷川きよしさんの恋愛ごと情について見ていきたいと思います。そもそも氷川きよしさんと平井堅さんの話はどこから湧いたのでしょうか。そのあたりから探ってみました。いろいろな情報を見てみると、2006年に台湾の新聞社が平井堅と氷川きよしは恋人という見出しで記事を掲載したのがことの発端のようです。平井堅さんはそれ以前から台湾を含め香港、中国などアジア各国での活動も多く、有名人となっていました。そこで台湾の新聞社がスクープ記事に取り上げたようです。氷川きよしさんも日本の有名なシンガーとのことで、そのあたりでの認知度があったのでしょう。二人は仲良く手をつないでのデートをしている目撃証言が多数あったようですが、証拠写真は見当たりません。ただし平井堅さんは2004年に同性の友人と夜道を歩くツーショットがスクープされるなど、このあたりから芸疑惑は確立していたようです。また以前に氷川きよしさんと平井堅さんが同じマンションの住人だったことから、少なくとも同じシンガーのプライベートな交流があった可能性はありそうです。二人とも芸疑惑芸能人で名前が上がることがあったのは、女性との交際をスクープされることがなかったことの裏返しのような感じもします。氷川きよしさんも2010年に俳優の松村雄基さんとの交際をスクープされたことがあります。その時は夜道を歩くツーショットや楽しげに飲んでいる姿の写真を撮られていました。これも女性との交際情報が出てくることがないから、じゃあゲイなのではと勘ぐられた感じもします。確かに松村雄基さんはちょっと氷川きよしさんと同じく中性的な印象があります。平井堅さんは芸疑惑を完全否定している反面、氷川きよしさんは特に何もコメントしていません。氷川きよしさんは2019年の年末の雑誌インタビューで、もっと表現の幅を広げたいという気持ちで本来の自分を見せていこうと思ったと語っています。それはつまり、これまでの氷川きよしとしてのブランディングは本来の自分じゃないという意味です。2019年のデビュー20周年の会見でも、和製レディーガガを目指すと言っていました。それは演歌を歌うマダムのアイドルからの脱却を意味するものと思われます。なりたい自分になることで自分の人生をますます自分らしく自分に素直に生きるとキーナと自ら名乗り始め、氷川きよしさんからの卒業をアピールしました。この当時直撃取材に応じた氷川きよしさんは、男らしく生きてほしいって言われると自殺したくなっちゃうから辛くてとも語りました。つまり本来の氷川きよしさんは少なくとも男らしい男とはかけ離れていたということなのです。その後氷川きよしさんは2023年1月から活動停止していました。そしてブランディング再構築をキーナとしてインスタグラムでも積極的に発信、これが本来の自分の姿とアピールしていました。ヒールこそ履きませんが、お化粧やロングヘア、ネイルをして美脚をあらわにした姿をたくさん披露しています。その姿は清潔感もあり、素直に綺麗なものはいいと思わせてくれます。そして満を持して2024年4月27日、24年の長きにわたって所属した事務所ながらプロダクションが同年3月31日付で氷川きよしさんが退社、独立したことを発表しました。前述の通り、氷川きよしさんの新会社ながら絆で新しい名前キーナに Z を挿入しました。理由は、どの時代にも変わらず大切なものは絆だし、 Z はアルファベットの最後の文字、私の人生の最後まで音楽を届けていきたいと新会社のホームページで語っています。これはすべてこれまでの氷川きよしさんから段階を経て新生キーナに自分の人生を移行し、
生まれ変わって自分らしい人生を始めるための布石だったのかもしれません。その先に結婚があってもおかしくはないでしょう。かつて氷川きよしさんと平井堅さんの話題には海外での同棲というものもありました。平井堅さんはともかく、氷川きよしさんはそれなりに雑誌やウェブニュースで近況情報が出ていましたから、それはちょっと可能性が低いのではないかとも思えられますが、どうなのでしょうか。二人は共に日本では有名人ですが、海外では知る人もいない国やエリアがあるでしょうし、そこではもっと自由にできるのではという憶測から海外で同棲という話題が出たのかもしれません。氷川きよしさんは2023年の雑誌インタビューで海外志向と書かれていました。別の CM 発表の時も、自分の表現の幅を広げたいと思っています、外国が好きだし外国でいろいろなことにチャレンジしてみたいとコメントしていました。つまり今後海外にも活躍の場を広げたいと思っているコメントが、海外で平井堅と暮らすのではないかという憶測に結びついた可能性もあります。そう思わせる原因の一つが、二人の活動休止期間が被っていたことです。氷川きよしさんが活動停止し始めた2023年1月あたりから、平井堅さんもメディアに露出がなくなり休止状態でした。平井堅さんは2021年にアルバムを発表した後、ライブも開催しておらず、2023年11月にホームページが更新されたのが最後となったままです。この件について所属事務所は、もともとデビュー25周年の全国ツアーなどを終えたらマイペースな活動方針に切り替えようと考えていた矢先にコロナ禍になったので、情勢を見ながらの活動でマイペースながら楽曲制作などをしていますとコメントしています。また氷川きよしさんは、地元福岡で暮らすご両親の体調が思わしくなく、活動停止後はたびたび帰省していた模様です。本来の自分を出していくことへの一番の理解者は母親だったとのことなので、自由に時間が取れるようになったらそれは少しでも近くで見守りたくなるのは当然でしょう。ところで氷川きよしさんは高校卒業後に福岡県から上京し、22歳の時に箱根八里の半次郎という曲でデビューしました。新人としては異例の売り上げ100万枚を突破し、大きな成功からスタートされています。熱狂的なファンが CD だけでなくコンサートなどにも足を運ぶ、グッズも完売など年収に多大な影響を与えています。氷川きよしさんはたくさんの収入源をお持ちです。考えられる収入源を見ていきましょう。例えば歌唱印税があります。歌唱印税はアーティスト印税とも呼ばれていて、 CD や音楽のダウンロード販売の数量に応じて歌手に支払われる収入のことです。歌手が受け取れる金額は1から 3% 程度と言われています。2024年1月時点での総売上枚数が400万枚を超えています。氷川きよしさんの CD は単体で3000円、アルバムは5000から2万円とボリュームや特典によって値段の幅があります。平均して1枚あたり5000円だとして計算してみましょう。その 1% は50円、5000円 ×1% は50円になります。それが400万枚売れているとして、50円 ×400 万枚で2億円になります。またはカラオケ印税です。人気アニメの主題歌にもなった限界突破サバイバーなどがカラオケランキングトップ150内に入っていたりします。その他にも人気曲を含め、仮に年間100万回氷川さんの曲がカラオケで歌われた場合、2円 ×100 万回は200万円のカラオケ印税収入となります。思ったより少ないですが、何もしなくても勝手に200万入ってきます。氷川きよしさんはあまり作詞作曲はされていないので、他アーティストに提供されている曲があると、はい、あまり大した収入ではないと見られています。様々な収入を得て2020年には約10億円を超えてきたのではないかと言われています。自身初のオールタイムベストアルバム氷川きよしオールタイムベストを発売し、こちらもオリコンチャート1位となりました。紅白の常連歌手、根強いファンにより圧倒的大スター、もはや大御所と言ってもいいような立ち位置になり、年収も10億を超えてきたと予想されています。これだけ稼いでいる氷川きよしさんは何にお金を使っているのでしょうか。お料理を作ることが好きなようなのですが、質素で健康的な感じの料理で節約家のイメージもありますが、高級ハイブランドや旅行も大好きなようなので、バランスよくお金を使われているかもしれません。
また、随分見た目が変わられたので間違いなく美容、整形にお金をかけていることでしょう。いかがだったでしょうか。今回は、氷川きよしさんの近況について見てきました。新たな事務所で、心機一転素敵な歌声が聞けることを心待ちにしていたファンがたくさんいることでしょう。演歌だけにとらわれず、今後は歌手として様々な歌にチャレンジしていくようです。一体、どんな歌を歌っていくのかとても楽しみです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。